ふわふわの真っ白な羽毛に包まれたまん丸い体につぶらな瞳。北海道に住む野鳥シマエナガは雪の妖精と呼ばれ、その愛くるしい姿でここ数年人気を集めています。そんなシマエナガが今スイーツなどのモチーフにもなり、この冬さらに注目されています。札幌中央区にあるホテルのレストラン、新型コロナの影響で現在はランチビュッフェを休止していますが、先月からシマエナガのケーキの販売を始めました。このコロナ禍のこの状況で暗い話題などが多い中、癒しを求めている方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いまして、で今回癒しをテーマにした商品の展開を考えました。ケーキは2種類、冬の木をイメージした真っ白なロールケーキにはマシュマロでできた小さなシマエナガたちが羽を休めています。そして一番人気がこちら、シマエナガの特徴である可愛らしい姿形をそのままケーキで再現しました。このふわふわな毛並みの感じとまん丸なフォルムがとっても可愛らしいですね。ちょっと食べるのがもったいないくらいですが、うん、クリームチーズのムースがすっごくふわふわで軽いですね。中のリンゴもシャキシャキとちゃんと食感が感じられて、甘酸っぱさとこのクリームがとってもよく合います。ふわふわの羽毛はホワイトチョコレートを細かく砕いて再現、道産フレッシュチーズのムースの中には道産ルバーブのジャムとリンゴのコンポートを閉じ込めました。見た目の可愛さと、あとやっぱり北海道に生息してる鳥ということで、北海道の魅力も発信できるんじゃないかなと。当初3月末までの期間限定で販売する予定でしたが、急遽販売期間を延長することに。予想以上の反響だったといいます。この他上品な和菓子もシマエナガスイーツに。1日500個を売り上げる日もあるというシマエナガスイーツをご紹介します。小樽市で40年以上地元に愛されているこちらの和菓子店では、1年ほど前からシマエナガの練り切りの販売を始めました。十勝産小豆のあんこなどに求肥を混ぜ込んだ練り切りで作ったシマエナガは SNS などでじわじわ広まり、今では全国から問い合わせが来るといいます。いただきます。うーん、あんこの甘さがとってもお上品ですね。練り切りがすごく滑らかで舌触りが良くて美味しいです。札幌市内の催事では多い時で1日500個を売り上げたことも。もともとこちらではクマやウサギなどさまざまな動物の練り切りを手掛けてきました。その中でも今回のシマエナガはこれまで見たことがないほどの売れ行きだといいます。主にイベントの時に何種類か持っていくんですよ、まあ、そこも反応はありますけど、その後例えば問い合わせがあったりとか、お菓子をもう一度買いたいということはほとんどなかったです。シマエナガは本当ですね、出た後にも、ね、問い合わせもたくさんいただきましたし、送ってくださいという、ね、お客さんもたくさんいらっしゃいました。寒くなると羽毛に空気を入れて体を膨らませるため、冬は可愛さを増すと言われるシマエナガ、その愛くるしい姿に癒されてみてはいかがでしょうか。